険がです。今回は、日曜日じゃない、土曜日のオフ会でもあった、ソブラニーのブラックロシアンですね。はい、これをやっていこうかなと思います。はい、まだ、こっちのコイーバの方は残ってるんですけど、なかなか慣れなくて、捨てづらいんで、まあ、ソブラニーの方も開けていこうかなと思うので、まあ、座ってないで、まあ、やりたいと思います。で、あと、これ、100S らしいですね。メールイン、ポーランド。はい。まあ、能書きは、まあ、ともかく、開けておこうと思います。どっち向きなんだろう。ラインに沿って、で、初めてですね、こんな感じの。どう開けんだろう。こっちも開けなきゃいけないですね、多分。あ、やっぱりそうだ。で、こんな感じになってて。開け方知らないんだが。あらら？あ、こうだ。こんな感じになってましたね。はい。ソブラニーって書いてあります。ソブラニーって書いてあります。はい。こんな感じ。おお、フィルター投げ。見えますかね？こんな感じで、20本入ってるらしいですね。はい。では1本取って、まあ、ってことなんです。これを。なんか緊張すんな。緊張しますね、ちょっと。で、これは 100S ですね。なんかフィルター長いなと思ったんですけど、そこまで長くなくて、巻き髪は黒くて、フィルターの部分が金色です。はい。で、ソブラニーって書いてあります。で、まあ、ってございます。はい。なんか、そうですね。高級な味しますね。はい。なんつっていいんだろうな。ブラックデビューのココナッツミルクあるじゃないですか。あれを、えぐみ消して、なおかつ、なんかピリピリっていうか、喉に来るようなやつをなくした感じで結構吸いやすいですね。はい。結構高級感がありますね。はい。確か値上がりしなかったんですよね、これ。700円。20ポイントで700円。だった気がします。はい。まあ、自分が買ったんで買ったわけじゃないんでわかんないですけど。確か700円ぐらいだった気がします。はい。あれですね。まあ、これも、KH343CRUZ さんこと、まあ、佐久丸さんからいただいたタバコです。はい。うまいっすね、これ。自分は好きっすね、これ。後々このパッケージも使えそうですし。はい。いいな、これ。これに入れとけば、あ、辛くの 100S あたり入れといて。はい。まあ、そういったのに使えそうですね。ほんとうまい。まあ、お世辞抜きで今回うまいっすね。はい。もう、正直な話、この、コイーバあるじゃないですか。これ、なんか、喉に来て、ダメっすね。慣れないっすね。慣れて正常なのかなと思ったら、体の調子が悪い時にすると本当に続きますね。あと、水で吸ったりすると確実に行きます。はい。こんな吸い方できないですからね、あれは。はい。これは大事ですね。で、タールが 9mg のニコチンが 0.8mg で、まあ、結構軽いんですけど、まあ、結構吸い応えあるなっていうのはありますね。はい。
あたいよりは、うん。まあ、タルとニコチンが、なんだ、そうだ、ダークのクラシックマイルドと同じなんですけど、こっちの方が吸い応えありますし、なんかこっちの方が味好きですね。もうちょっと重くなったらこれでもいけちゃう感じですね。まあ、安くなればこっち買いますね、確実に。はい。好きです、これ。まあ、こういったタバコを上演するような人は、あれですよね。まあ、お偉いさんですよね。年収が1000万以上。てか、そういったリッチな方が、まあ、そういうような、まあ、自分みたいな、ガキで、なおかつ、貧民が、まあ、吸うようなタバコじゃないですね。はい。まあ、好きなんですけど。まあ、上演はできないですね。はい。残念ながら。まあ、こういうのが似合う中年になりたいですね、自分は。将来。うん。あと、20年切ったのか。19年と、1ヶ月ないのか。まあ、40代になりたいですね。まあ、30代はまだ、早すぎて。まあ、40代から50代まではちょうど良さそうですね。はい。50代、60代からは、葉巻で。はい。まあ、ふかしで、今まで、排気で、肺を痛めてた分、ふかしで、まあやっていくみたいな、ちょっと肺をきれいにしようかなって、試みの、まあ、生活ってのも、まあいいと思いますね。はい、金あるんでしたら。まあ金なかったら普通に、枚線の銃とか、多いじゃんか。あれとかそういうような感じになっちゃうんですよね、年取っても。はい。これ、ワンカートン、7000ですからね。ワンカートン。やばいっすよね。いいな。まあ、ほんと、値段に見合った味わいです。はい。それでまた、まあ途中で今電話かかってきちゃって、まあ止まっちゃったんですけど、ほんと、吸いやすくて、いいタバコだと思いますね。ほんと申し訳ないですね。途切らさせちゃって。はい。タバコ粉まわしてね、忘れてます。今度、フィルター分解したいと思うんで、今回、フィルターの分解、まあ、なしということですね。はい。次は、雑務やりたいと思うんで、よろしくお願いします。では、次回の動画でまたお会いしましょう。さよなら。はい。申し訳ないです、ほんと。まあ、多分、繋げると思うんで、よろしくお願いします。